届いたぞ、来たぞ。はい、こんにちは。とびわけチャンネル VTuber の今井大輝です。よろしくお願いします。じゃじゃんじゃじゃん。かねてからね、噂ありました。桃、すもも、大辞典届きましたね。まあ、この秋口ぐらいからね、こういう結構ビラあちこちで見かけたと思うんですけど、もう桃専用ですね。これ見てください、この厚さ。これですよ、この厚さ。全部もう桃のあれでいい。待ってよ、桃辞典一冊で、うん、これ一冊でもう桃だけですね。桃だけでこれ一冊詰まってるっていう、今までのね、僕のバイブル、これはもう当然毎月、読んでるんですけど、僕のバイブル今までこれだったんですよね。これこの厚さです。これもね、桃だけの桃専用の本で、これ結構いいんですよ。これ皆さんもしよろしかったらね、おすすめしますんで。もう僕はずっともうこれ1月から12月まで全部の月の工程書いてますので、1月は何しよう、2月は何しようみたいな、これはね重宝してました。見てください。まあ、問題はねここですよね。じゃじゃじゃん。とりあえず開けてみましょう。2万円ですからね。開けますよ。これすごいぞ、この分厚さ。すごいね。入れよう。できますよ。入れよう。こんなにこの太さなんだよな。でもすまんです。これ何日かけて読むん。これすごいの届いた。いうかよう作ったね、これ。これ読んで20年ぶりかなんかって書いとったよね、改正かなんかで。だから今までも出とったんかな。すいません、僕そういうちょっと知識いうかなかったんだけど、まあこんな感じで。なるほどな。もうほんまの地、いろいろね、桃の品種だとか、それからまあ花か、まあそうやね、作業のことね、あと病気とかのことも書いてますね。こういう病気がありますとかいうのもあるし、すごいね。剪定の仕方とかもあるな。はあ、うわこれね。さあ何日かけて読むんよ、これ。うわー大変。まあ岡山の人もいろいろ投稿をいただいてますみたいなんで、岡山って誰が投稿してるのって言ったらね、もう当然もうあの人の名前が一番に出てきました。探そうか。秋田、山形、福島、山梨、愛知、兵庫。そうよね、そうなるよね。岡山、ほら来た来た。そうじゃ、桃生産組合秋山陽太郎来ましたね。657ページ。ほう、あのねこの現代農業とかに投稿しとったやつをまとめてさらに加筆しとる感じかな。そうやね。見たことある写真とか内容もあるんで、そうじゃない、今までこれちょくちょく連載いうか掲載しとったやつをここへガッとまとめましたいう感じかな。うわすごいわ。ていうかここに名前が載ること自体すごいよな。ふーん、ゆっくり読ませていただきます。こんな感じでね、陽太郎くんも出てます。
桃、すもも大辞典、別に僕は暴風教の宣伝じゃないんですけど、ぜひね、桃農家の方、お勧めします、うん、多分こういういろいろちょくちょくね、スポットスポットで出てたやつが全部がまとまってると思います。だからその辺の、この辺の今までの蓄積された桃関係の話だけをここ一冊に凝縮してまとめたっていう内容になってると思います。じゃあそういうことでね、今日はね、この桃、すもも、大辞典、こんなすごい本が出ましたよっていう紹介と、僕買っちゃいましたっていう、プチ自慢の、紹介でした。はい、それでは、今回もご視聴ありがとうございました。